お、なんと、先ほども、申しておりましたが、彼女たちはね、今トーク力をかなり勉強しておりますので、ちょっとそれをね、披露していただこうと思うわけでございますが、まずその前に、リンリン、はい、クリスマイクリスマス前、はい、クリスマス前かわいいね、来年の流行語大賞クリスマス前、お願いします。今日彼女たちには、このライブ前に、アンケートをちょっといただいております。まずちょっと発表していきたいんですけれども、今日のアンケートの内容が、サンタさんに一言っていうのでアンケートをいただいております。サンタさんに一言、なぎちゃんの答えは夏は何してるんですか。まあまあ確かに気になりますね。で、あやちゃん、サンタさんのソリ乗らせてください。で、ズッキー、ヒゲ長いですね。長いな。でね、ミクちゃん、サンタさんの私服見せてください。まあまあすんごい BK の格好してるかもわかんないしね。リンリン、トナカイちょうだい。ボーテどうすんの。まずいる、買うよ。なるほどね。でね、ゆいちゃん、次はどちらへ。かわいいね。ライオンのね、絵描いてもらってるんですけど、なんでサンタさんの時にライオンの絵を描くのかよく分からないけど。でね、お一人にちょっと気になる答えがありまして、みくりん、また会いましたね。信じてるんですよ。信じてるんですよ、みくりん。ちょっとこれ、また会いましたねっていうのは、で、サンタさんに、おとん。はい。おー、ちょっとこれ気になるね。ちょっと、ちょっと、どこで、どういう感じで。家に、ピンポンってきます。ちょっと待って、ちゃうの。ピンポンで来んの。はい。もう、で、なんか、トナカイが横にいて、ソリも横に置いてあったんですけど、
で最後の曲になります。君を思うと